サッカーファンの皆さん、お待たせしました。注目のカードとなったこの一戦、見届けようと集まった大勢の実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。明治安田生命 J1 リーグの一戦、ベガルタ仙台が清水エスパルスと戦います。この空気感がたまりませんね。僕も選手だった頃はキックオフ前の時間が一番緊張しました。この一戦もなかなかいい試合が期待できそうです。こちらがホームチームの先発メンバーです。どうやら攻撃的な4-5-1ですね。チャンスに人数をかけて攻撃できるかどうかがポイントになります。アウェーチームの先発メンバーはご覧の通りです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。ホイッスルで試合開始です。体を張ってボールをキープしています。ディフェンス陣のうまい連携で攻撃を止めます。いい形でゴール前まで持ってきました。チャンスを伺っています。何かしてきそうですが、ファーの選手を狙った。攻撃の流れを切ります。今日のホームチームですが、現在までのゴール数はリーグワーストと得点力を欠いています。確かにチャンスメイクはあまりうまくないようですが、少ないチャンスを確実に決めればいいんです。意識の問題でしょう。金子翔太、中央にクロス、ボールをクリアしました。コーナーです。さあボールを蹴った。このヘディングは枠の外へ。ちょっと当たりが悪かったかもしれません。ゴール前、期待も高まります。相手に渡ります。ですが味方の位置を確認する。イブスキヒロシ、決まった。ゴールだ。ゴールが決まった。リードを奪いました。この距離でシュートを打たれたらゴールキーパーはどうしようもありません。別の角度からご覧ください。サイドへ展開します。
イブスキヒロシ。危険な位置です。緊張感が増してきます。ファーを狙った。コーナーキックを獲得しました。もう1点欲しいところ。中に入れた。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。中の選手を狙ってきた。ここはカウンターのチャンス。まだカウンターのチャンスは終わっていません。スローイン。このパスはカットされました。ここからどうするのか。相手にボールを渡してしまいました。ボールはゴールラインを割ってゴールキックになります。相手ボールになります。ベガルタ仙台、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。さあどうする。ボールがフリーになりました。これはいい位置でのフリーキックです。何をやってくるでしょうか。直接狙えそうですね。マルティノス、これは惜しい。キーパーの頭を越えました。もう少しだけ落ちれば入っていましたね。思わず入ったと言いそうになりました。キックの精度がいいですね。スコアは1対0。ここでハーフタイムを迎えます。ハーフタイムです。この展開はいかがでしょうか。はい、点差はついているんですが、チャンスの数という点では大差ありませんでしたね。後半の立ち上がり、特に注意して試合に入りたいですね。奥井亮、イブスキヒロシ。さあどう来るのか。ああ、点差を広げるチャンスでしたが、ここは痛恨のミス。あの状態で決められないなんてちょっと信じられません。後で悔やむようなことにならないといいんですが。ボールは中の選手へ。前方に運びました。イブスキヒロシ。ここは味方を使います。スルーパスでしたが合わないか。金子、入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。リプレイを見てみましょうか。ボールを奪い、一気に相手ゴールへと攻め上がります。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。ますね。選手の交代です。得点を取りに来たということでしょうか。
ボールを回してチャンスを伺います。キーパーが軽々とさばきました。この位置から相手のマークがついています。どうやらサイドをつけそうです。このシュートではキーパーのミスがなければ得点が入りません。危険な位置です。緊張感が増してきます。シュートのチャンスだ。これは見事なタックル。さあ上げたい。攻撃の流れを切ります。さあカウンターを仕掛けるか。カウンターです。これはしのぎきれるのか。絶好のチャンス。鮮やかなタックル。狙える位置です。決まった決まった。ゴールです。自陣のゴールに近い位置ですから、ボールを取られてしまえばこういう結果になるのは明らかですよね。もっと早めにパスを出すかクリアすべきでした。ボールをキープしています。チームはここまで苦しいシーズンとなっています。ボールを持った時もパスの出しどころを探している印象ですね。ドリブルで運びます。いいパスが通りました。シュート。まだボールは生きています。なんとかプレーを切りました。交代選手がピッチの脇に待機しています。クロスを出せるか。ディフェンダーがここで食い止める。試合は追いかける展開ですが、差はわずか。ホームのサポーターの歓声が大きくなっています。諦めるなというメッセージですね。選手たちに届いていることを願いましょう。このボールは直接相手の選手へ。試合の時間は残り少ないですが、得点の匂いはありますね。このパスは通らない。中を確認したい。クリーンなタックル。ボールを奪いました。マルティノス。同点にするチャンスですが、もう時間がありません。効いています。すごい存在感。試合終了。このリーグ戦はアウェーチームの勝利です。なかなか見応えのある試合でしたね。リードを守って勝ち切ったことはチームの今後にもいい影響があると思います。次も期待していますよ。